付箋のとこに行ったらいいかな。うん、オッケー。わーすごい、すごい急坂、すごい急階段やな。まだ桜咲いてるな。あ、ここだ、ほら昨日のあのかまぼこみたいな。そう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 、ここすごい老舗なんじゃない。本当だな、知らんけど。ウェルカムかまぼこが出たところ。そう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 、美味しいんじゃないですか。美味しかったですよ、ね、すっごい美味しかったですよ。買って帰りますか。こういう美味しそうやで、煮卵店って。そうだね。なあ、250円。はい、じゃあ外で焼きましょう。行きます、うん、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ焼きますよ、はい、お好み焼き店を買いました。はい、ここに入れます。はい、入れました。はい、どれくらい焼くんやろ。わかんない。温める程度でいいんだから。うん、2分、2分かな。2分は2分長い。見て見て、これだ、お好み焼き店。お店の名前聞くの忘れました。ケーマ流。本当か知らんけど。よし、いいっしょ、これで、うん、焼けました。はい、よく温めました。はい、暑いですか。はい、暑いです、暑いです。暑いですか。暑いです。美味しいんじゃない。じゃあ食べていいよ。バリうまお好み焼き味。そうそう、中がこんなんやつ。うん、美味しそうじゃん。野菜がいっぱい入ってる。うん、こっちに一点行くんだね、うん、あそこに着岸するんでしょう、うん、大人100円です。自転車10円。300メートルって書いてあるよ。そうなんや。うん、頑張って泳げるんじゃない。直線だとなんか200メートルぐらいに見えるけど、潮に流されちゃうかな。うん、ここ歩いていくところ。そうやで。お金っていつ払うんかな。お金はね、うん、船に乗って、うん、そしたらおじさんが集金に来るんだって、うん、あ、そうなんや。うん、来たよ。来たな。うん、もう乗る、これ。乗る乗る。嘘、100円用意しとかないとダメだよ。クレジットカード使えないからねペイペイは。ペイペイも使えない。うわ、すごい、やっぱり流されてるね。流されてるね、すごいね。だってすごいもん、これ流れが。うん、すごい。
定期券があるよ。それはこれでさ、通勤とか通学とかしてる人に買えるでしょ。本当だな。車がさ、すごい130円とかで行ける。車？安っ。車も？うん。マジで。だから大人1人100円で、自転車10円、原付10円でしょ、バイクも10円だ。でも車はあそこに橋あるんだよ。でも乗せたいじゃない。目の前に橋あるんだよ。うん、これだったら、もうイボークちゃんないけど、130円でした、イボークちゃん。次の新しい車は内緒です。イボークちゃん一回乗せてあげたかったな。乗せてあげたかったな、130円だったら。イボークちゃん対岸に走るだけで130円のガソリンは食いますよ。マジで。おう。楽しいな、これ100円でめっちゃ楽しいぞ。帰り乗れるからいいか。
楽しいですこれ。今からあそこ行きます。楽しすぎて。ここですよ。シーソーさんっていう民宿があって、このロンディネっていうお店に行きます。ここです。ここです。丘の上のイタリアン生パスタとカフェのお店、予約オンリーです。行きますよ。はい、杖が用意してあります。どういうこと？杖が用意してありますよ。そんだけきついってこと、うん、マジか。よいしょ、だいぶ上がってきました。半分来ました。なんか書いてる。すみま、すみませんねやって。はい、頑張りましょう、はい、すっごいいい景色なんです、こっち側。いい景色だな。うん、ずいずい行ってご飯が通らないかもしれない。いや絶対通る。よいしょ、もうちょっとです。またなんか書いてる。もうちょっとです。ほんまにしんどいでしょうやって。後ろ振り返ってみてくださいって。いいね、いいけど。ここからの景色は評判ですけやって。よし頑張るぞ。行きましょう。はい、よいしょ、よいしょ。え、自転車の人、ここ自転車を押しながら上がってくるってことかな。多分そうじゃない。なるほど。上にランプがかわいい、千と千尋みたいなランプがある。すぐ千と千尋。ほら、何でも千と千尋。案内してくれるやつ、うん、到着しました、はい、行きましょう、行きましょう。これですね、靴脱いで上がるんだね、うん、1時の人たちが待ってるんじゃないかな。そうかな。ビーツのスープ、ね、見てみようと。おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。これなんかクリームチーズって言ったの。そうな、うん、食べた。すごいおいしい。これおいしいじゃないですか。全部おいしい。何ですかこれは。チキンとなんとか。チキンとなんとかですか。チキンとなんとかですよ。おいしそうですよ。チーズがかかってる。なんかさ、今まで食
べたことない味だと思う。そう、本当。こっち食べてみる？うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと食べてみこっち。うん。美味しいこれも。こっちも美味しいな。うん。おじさんやりましたね。やりましたね。ホームランですね。ホームランですね。美味しいです。すごいうまいんですけど。マジで。パスタをデッサンするのは珍しいな。うん、こんな食べないじゃん外食で。うん、ケンキチじゃないの？わかんないけど。ちょっとこれ行ってみようと思います、うん、またすごい坂だよ。パスタ美味しかった。美味しかった。パフェも美味しかった。美味しかったな、うん、大当たり。大当たり。僕が探しましたちょっとここからすごい急なんですけどアキレス腱が伸びきっとります。すごい急ですよ。映像では伝わらないかもしれないけどマジすごいな。すごいよこれ。よいしょ。マイケル・ジャクソンになってるよいしょ。すげえ。なんかロケ地って書いてる。明日のロケ地やって。何ですか？大林信彦監督の新尾道三部作。見ました？見てないです。見てないですね。すいません。尾道水道を行き交う船が見えますね。うん、で正面に千光寺とロープウェイが見えますね。はい。一望です。見てこの景色最高。最高だな、うん、いいとこだ。いいとこだ。今から向かい島で昔からやってるサイダー屋さんに行きます。30分もかからんわ。本当？10分ぐらいかな、うん。Google で見たパン屋さんです。昔懐かしサイダー屋さん、ここです。行きますか？はい、はい、一本でいいですかね。はい、はい、ちょうどいただきます。よいしょ。はい、ありがとう。ありがとうございます。何ですか？すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。
尾道駅方面、こっちです。こっちです。大雑把。海です。これずっと歩いていくと U2 がある。はい、あれなんて書いてある？シトラス。尾道行き？尾道。うん。うん？分かんない。分かんないな。わ、自転車いっぱい積んでる。本当だ。すごい。すごいな、あの自転車の量。うん、落ちそう。じゃあ行こう。はい。着きましたよ。これが U2 ですよ。U2 な？うん、U2 です。県営2号ですよ。何ですか、県営2号って。これ何の建物やったのかな。倉庫。倉庫？うん。なんかの倉庫をイノベーションして、少しこじゃれた感じにしました。なるほど。あと宿泊施設も、作ってみました。そうなん？そしたら、バズりました。ここの中で、はい、お土産でも見るか。見るか。なんか売ってるかな。これ近くで見るとめちゃでかいな。すごい大きいこれ。でかいな。こんなでかいです。これはな、タンカーよ。そうな。ほら、いろいろパイプが張り巡らしてあるやろ。うん。油運ぶ船です。尾道観光終了です。はい、尾道ラーメンもう一杯食べて帰ります。はい、ここでラーメン食べて帰ろうと思います。すごい、入り口専用と出口専用があるよ。本当だね。はい、尾道ラーメン。おう、何する？パンちゃん定食。お腹空いてないって言いながら食べるねんな、結局。スープやね、飲み水はね、イオン水を使用してますって書いてあるよ。はい、すごい、麺が細いね。細麺だね。どうですか？美味しい。美味しい？うん。昨日食べたのも美味しかったけど、ここも美味しいですよ。本当？うん。なんかすごい濃そうやけど。スープ？うん。あ、昨日のところよりちょっと濃いかもしれない。うん。17時35分発の岡山行き。はい。2番乗り場に17時35分発、普通岡山行きが4両で参ります。危ないでしたら黄色い点字ブロックまでお下がりください。
次のな新幹線がな46分やね、うん、だからあまりにも暇なんでちょっと福山城見に行こうと思って、うん、天使が見える。すごい立派。すごいじゃん。まあまああれはあの鉄筋だと思うけどね。こんなんです。こんな。鉄筋御門じゃない、筋金御門です。鉄筋じゃないし、近鉄だし。本当だ。重要文化財です、これ。鉄が入ってんの？筋金が入ってる。筋金入っとんの？立派やな。その打ち付けてあるのが筋金って言うんですよ。木の門にこう金が寮で打ち付けてあるでしょ、うん、それ筋金って。これはじゃああれ古いものなの？そうそう、昔からあるんじゃないかな。すごいじゃん、うん、ね。じゃあそのこの下にな、伏見櫓っていうのがある、はい、それも重要文化財やね。うん、てかこれよ、これこれこれ、うん、これが重要文化財。よう残ってるな。本当だな。原爆落ちたのに。原爆は落ちたのはちょっと離れてんのかな、うん、立派ですね。立派ですね。石垣が立派だよね。すごいね、うん、こんなに駅に近いお城ってある？姫路城でもちょっと離れてるよ。離れてるな、うん。石垣と黄色い電車。レールスターって書いてあるんでしょ。700Sだ。